はい、皆さんこんにちは、三浦でございます。妖怪ガシャ回していきたいなと思います。さっきあれですね、妖魔界に行って米 G と戦ってきたんであれなんですよね。ちょっと妖怪ガシャがなかったんですけど、回しましょう。さあ、僕のですね S ランクはまだ3体しか出てないですね。影オロチ、犬神、百鬼姫ということなんで、もうそろそろね4体目の S ランクが出てもいいんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど、どうしよう、何色使おうかな。この青のやつあれですね、影オロチですよね。 S ランクこれはいいや。黄色これは犬神なんですよね。これもいいので、これは百鬼姫でしょ。あ、違う、こっちの水色が影オロチですね。これ何だったっけ、青コインはあれか、うすら影族の虫歯伯爵か。これ回してみるか。なんかコインがね結構多いんで、全然回してないんでしょうね、13個もあるから。回そう。さあS ランク出てくれよ、もう本当に。どうだ、赤、あ、赤だ、妖怪か。え、中からかゆかゆが出てきた。何こいつ、初めて見る、気持ち悪い。尻尾、私を出した時から肌が痒くない？もし大丈夫なら友達分。気持ち悪い。痒か、あ、これレアじゃん。すげえ。名前は付けませんけど、気持ち悪い妖怪いるんだな、こんなの。おお、一発目からレアな妖怪が出た。痒かゆの妖怪メダルを手に入れた。もう結構ね、最初から縁起がいいぞ。もう一回回してみましょうか、青コイン。虫歯伯爵出てきてくれよ、S ランクの。せーの。どうだ？お、紫。ん？あ、ネガティブーン。いらない、こいつは。こいつはいらない。もう一生あそこから出られないと思ってた分、友達になる分。こいつは持ってるんですよね。そんなレアな妖怪でもないし。いいね。こいつはね、まだあれだったけど、さっきのかゆかゆってやつ、すげえ気持ち悪かった、尻尾の方が。さあ、回しましょう。最後の一回。ゲームコインで回すっていうのもあるんですね。これ一度もやったことはないんですけど、まあ妖怪ガシャコインで回そっか。青コイン、嫌な気配がする妖怪ガシャコイン、ご神木で妖怪ガシャを回せるということで、泣きの一回。せーの。わー、灰色、チャーシュー麺か。すげえチャーシュー入ってんな。ねえ、こんなラーメンあったらすごい豪華だよね。卵が2つ入ってる。あー、チャーシュー麺か。ラーメン食べたくなってきた。ただそれだけみたいな。あー、今日も終わっちゃったよ。もうガシャガシャマシンが消えてしまった。あー、なんですかね、レアな妖怪が出たのがまあ良かったんですけど、ちょっと確認してみようかな。あの、さっきの気持ち悪いやつ。かゆかゆってやつだったっけ？ちょっとここでね、かゆかゆをセットして、控えのメダル。あ、こいつ！気持ち悪い尻尾が、ぐうたらでいやらしい、吸血、攻撃でダメージを与えた時でも、HP を吸収する。うん、かゆかゆ時刻、威力120、かゆみ発生音波を敵全体にお見舞いする、力を大ダウンさせる効果もある。これちょっと使ってみましょうか。あ、でもレベル1だよ、こいつレベル1か。まあいいか、使ってみるか。他の妖怪もちょっと変えていきます。まあいいや、これでいこう。
じゃあちょっとね、必殺技をちょっと見てみたいなと思います。どこがいいかな、やっぱり影村病院かな。さあ行っとこうかね。ちなみになんですけどね、まあさっきも言ったように S ランクの妖怪僕 3体しか揃ってないんですけどね、中にはね山吹鬼もうすでに持ってる方もいるんですけど、その方はね妖怪ガシャ何回回したんですかね本当に全然 S ランク出ないんですけどね。戦うか。お、モテマクールとカイム戦っていきましょう。このねレアな妖怪の、あ、ちょっと技が使えない。かゆかゆ、もう見てるだけでねかゆかゆかゆくなってきそうな。どんな技なんだろう。あげあげ、あー、こういうやつかもう見てるだけでかゆくなってくる。気持ち悪いな、もう尻尾がね、ちょっと気持ち悪いから絶対ね使いたくない妖怪ですけど、かゆかゆはね、ちょっとねこのかゆかゆは僕の中ではちょっと封印したいと思います、あまりにも気持ち悪いのでグロテスクな妖怪はいいんですけどね、気持ち悪いのはねちょっとな。はい、今日ね妖怪ガシャ回したけど今日もまた S ランクの妖怪は出ませんでしたね。また明日も諦めずに回していきます。はい、ご視聴ありがとうございました。